はいどうも最近話題になってるスーパーの倒産閉店で、えー、辻富っていうねスーパーがあるんですけどもこのスーパーいきなり閉店しちゃったんですよ通常営業を30日にしていて1日になったらもう張り紙一発さってねもうもぬけの殻だったって話なんですよで問題はこっからなんですけども実はこの店舗ね最近流行りのチャージっていう仕組みを使っていて会員カードにお金を先入金させていたんですよね これっていうのは買い物する人がいつもいつも小銭でお支払いするの面倒だからっていうんでカードにある特定の金額を入れといてそのカードで前払いをする形で決済するっていう形でね買い物がすごくレジスムーズじゃないですかプラス特定の日に入金すると入金金額の2.5%ボーナスでつけますよって感じで先入金をお客様にしていただいてたんですよね まあつまりお金をたくさん借りてそのお金で仕入れをしたりとか店舗の営業したりとかする売上が先に確定するんで結構その会社としてはやりやすいんですよでもねこの制度を悪用というか何というか利用してですねいっぱい入金させて突然閉店するとどうなるかっていうと当然ですけどもカードにお金をチャージしていたお客さんっていうのはその辻富っていうスーパーでしか使えないポイントを買っちゃったわけなんでそこでもうね再建ダ俺になるわけですよ で会社はもぬけの殻になってるわけですから、えーまあ、最大限のお金を支払わずに最大限のお金を回収した状態で業者は逃げちゃうみたいなことですよねでこれっていうのは私がスーパー勤めていた時も同じようなことが起きていて私の勤めていた会社っていうのはおかげさまで今でも生き残っている有料企業一部上場になってるんですけども当時そういった勢いのあるスーパー会社にやっぱりねけおされて倒産する会社って結構あったんですよでそのの倒産しした一つの例として なんかね、考えられないぐらいの仕入れを市場でしてたそうなんですよね。それでものすごいね、年末年始制度をグワーンってやったんですよ。で、1月2日に社員が出勤したら、もうシャッターが閉まっていて、店長クラスまで全然知らされなくて、一体どういうことなんだって感じで、突然、給料も未払いのまんま、そのまんま失業者になっちゃったわけですよね。で、結構笑えない冗談みたいですけど、こういうことって、今でもこの日本に起きてるんですよね。だから、どこまで、 その信用できるのか信頼関係があるのかっていうのは本当誰にも見えないんでね自分なりにこの会社大丈夫かなっていうふうに自分の会社も他人の会社も見分けるセンスっていうのが必要になってきたんじゃないかなと思います、まあ、ちなみに私が勤めていたスーパーなんですけどその会社のライバル会社倒産した後負債が9億だったと思いますけども倒産した後再就職でやっぱ優秀な方っていうのは私が勤めていた会社に入社していってめきめきねあのやっぱり頭角を荒らしていてましたね だから会社が潰れるのはまあ従業員社員全員の責任でいえば責任なんですよあの社長だけが悪いわけでもないし社員だけが悪いわけでもなくてトータルでそうなってしまったっていうところはあるんですけどもでもその中でもちゃんと自分の力をつけてきた人って必ずライバル会社とかに引き取ってもらえるっていうかねそこで、えー、もう再出発できるんですよ、うん、でもお客様はねほんとに3万4万チャージしたまんま それ持って逃げられちゃうわけですから本当泣くに泣けないですよね。うんまあ、概要欄に動画つけておりますんでご覧ください。